さて、イルファ船長のやつ、勘弁しろよな。いつまで尋問するつもりだったんだよ。イルファンから追われ、アルビンを仲間にし、船旅でございますね。致し方あるまい。身分を示すものがないのだからな。オタクがだろ。アルビン持ってんの？アジュール行きだなんて外国だよ。見ろよ、イルファンの冷静が終わるぞ。すごい。にしても医学生だったとはね。ちょっと驚いたよ。ねえ、聞いていい？どうして助けてくれたの？あの状況じゃ普通助けないよ。金になるから。私たちを助けることがなぜそうなるのだ？あんたらみたいなのが軍に追われてるってことは相当ヤバい境遇だ。そいつを助けたとなりゃ金をせびれるだろ。でも僕、お金ほとんど持ってないよ。あいにく私もだ。マジか。それじゃ値打ちもんがあればそいつでも受け付けるぜ。え、アルビンって誰のあれで動いてるのかな。もし誰かのあれで動いてるんだったら、その人に報酬もらうんだったら別に良くない？任務執行中なら良くない？ないよ。あんな状況だったんだ。高く取引されそうなものなどないだろうな。ねえ、アルビンって何してる人？軍人みたいだけどちょっと違う感じだしさ。へえ、いい線いってるよ。傭兵だ。金はいただくが、人助けをする素晴らしい仕事。ね、傭兵ってさ、そう、手のいい職業だよね。なんそのさ、なんだろう、傭兵って言っときゃさ、なんかこう闇の組織にさいてもさ、あ、傭兵なんだって済まされるの便利だなって今なってます。うん、それは肝心なことだ。へえ、しゃあないか。アジュールで仕事でも探すか。すまなかったな。またまた。ボランティアか。早くアジュールに着かないかね。めっちゃ落ち込んでる。外国って言ってもあんまり変わった感じしないね。ここ強がったんかな。うん、ああ、アジュールって言ってもここら辺はな。へえ、あ、地図があるみたい。見てくるね。から元気かね。気持ちを切り替えたのか。見た目ほど幼くないのだな。オタクが巻き込んだんだろ。随分と他人事だな。確かに世話になった。だがあれは本人の意思だぞ。私は再三帰れと言ったのに。それでオタクに当たるわけにもいかないから、あのから元気ってか。どっちにしても大人なこと。ここから来たか。それですぐ立つのか。いや、アルビン、傭兵というからには戦いに自信はあるのだろ。ああ、そりゃあな。
私に剣の手ほどきをしてもらえないか。今の私は次第の力を持たない。剣を扱えないとこの先の道は困難だ。次第？なんかよくわかんねえけどさ、正直俺を雇ってほしいところだよ。でも金ないんじゃな。無理だろうか。稼ぎながら訓練ってのはどうよ。どういうこと？そうだな、この海底にもいるだろう。探してみようぜ。さあ僕へね。よっ、依頼があるんだろ。俺たちにやらせてくれないか。あら、あなた傭兵？ちょうどよかった。依頼？そう、こういう依頼は魔物との戦いになる時もある。なるほど。ここで仕事として依頼をこなせば、お前は報酬を、私は訓練になるというわけか。そういうこと。これで利害が一致したろ。じゃ、詳しく聞いてみるか。この頃、この海底の西にある湖に見かけない魔物が住み着いてしまったんです。湖はこの辺りの貴重な水源なので困ってしまって、それで魔物退治を引き受けてくれる人を探していたんです。報酬は？もちろん現金でお支払いします。だってさ。いいだろう、魔物退治とは好都合だ。どうかお願いします。手強い魔物なのでお気をつけて。あ、そうそう、剣の手ほどきについてだが、さすがにこのままじゃしんどいだろう。基本だけな。よろしく頼むよ。アルビンってかっこいいね。さあ構えてくれ。まあこんなもんだろ。すまなかったな。それでミラ様の通常攻撃がちゃんとするやつ。じゃあ行こっか。待て柔道、君はこれからどうするつもりなんだ。もう私についてこなくてもいいのだぞ。国境を越えたんだ。ラシュガルの追っ手が来るにも少し時間はかかると思うぜ。何が言いたい？もう少しぐらい考える時間があるんじゃないかってこと。ごめん、ミラが出発するまでには決めるから。そうか、わかった。ではとりあえず依頼をこなすとしよう。軽いおせっかいのつもりが、いつしか重罪人扱いか。オタクぐらいの年の子にはちっとしんどいよな。でも僕が勝手にやったことだから。禁断の兵器？クルスニクの槍とやらが発動したとき、膨大なマナがこれに集中していた。おうおう、これは初めてのチャットじゃないですか。これがあの兵器を稼働させる鍵なのは間違いないだろう。何か用か？おっと、何構えてんだ。怖い顔してさ、用事がないと話しかけちゃダメなの？ね、表情一瞬で変わったね。はや、だが背後から息を潜めて近づくのは感心しない。なんだよ、まるで俺がヤバい男みたいに。あのジュードってやつにもそうやって難癖つけてるわけ？あ、見たことあるかこれ。うん、難癖のつもりはないが、そう取られているかもしれんな。少年ってのは傷つきやすいんだ。
気ぃつけてやれよな。お、意外に優しいのだな。そりゃ俺のキャッチフレーズは心優しき傭兵だから。うさんくさい。うん、いいキャッチフレーズだが、あまり長生きできそうにないな。言ってくれるね。今のは見たことあったか。陸はいいよね。そうだ、ショップのチュートリアルがある。素材で開発してショップレベル上げたら、どんどんいいアイテムが購入できるよっていう、お得意さんになるよっていう。あの船は帆に施した精霊術で捉えた風を強化して動いているのか。なかなかの工夫だ、人間の精霊術も侮れないな。すごいね、よく考えるよね。魔法じゃないけど、その精霊と人間の技術の融合。カモメめっちゃ逃げずにいるよね。こういうもんなんかな。宿屋、ここのイラート地方特産の聖書アケボノ。アケボノ指名手配。何してるんだ。一応論文のための覚書をまとめ直しておこうかなと思って。真面目。まさかこの後に及んでお勉強とはね。真面目というか、なんというかだよね。 S ランク犯罪者なんてきっと学校も除籍なのに。ま、そうへこむなって。機会があれば俺からも軍と学校に証言してやるから。お宅に悪気がなかったことなんて調べりゃすぐわかるさ。ありがとうアルビン。けどアルビンも指名手配されてるかも。ああ、一緒に逃げちまったもんな。もし捕まったら僕証言するよ。アルビンは見た目ほど怪しい人じゃありませんって。そりゃどうも。この辺の霊性は安定してる。よし、ああイルファンじゃない、あ、リリアローブができる。ちょっとやってくるね。じゃあ次はショップ。今お金いくら ?3400 開発をしましょう。開発した。とりあえず柔道とミラー、あ、そっか柔道だけか。防具は、そこまで一生懸命買わなくても良さそうですね。じゃあ外に出て討伐任務行きますか。ミラーと感動、早速魔物がお出まし。リリアルオーブが光った。僕のも。二人ともリリアルオーブ持ってたのか。じゃあリンク行ってみるか。リンク？リリアルオーブには仲間の意識を感知する力がある。これを利用すれば意識を共有した連携攻撃リンクを発動できるんだ。
うん、しかしどうすれば。やってみりゃわかるよ。リリアルオーブに意識を集中しろ。うん。リンクスタート。じゃ、リンクやってみな。うん。これがリンクか。リンクしたい仲間の方向の十字キーを入れると。さあ、ハサミ撃ちだ。ハサミ撃ちだ。うん、この感じ、ミラのイメージが伝わってくる。そう、やっ、後ろ危ねえぞ。フォローするよ。はっ、すごいね、めっちゃ優しいじゃん。おミラ、大丈夫？この程度。おう、重度のレスト、あ、これ初めて見るね。重度をパーツアンにすると敵に吹き飛ばされた際に回復してくれる。へえ。なるほど、助けてくれるから。戦闘不能になった際に復活させてくれることも。すごいな、医学生。そろそろリンクアーツいけんじゃねえの。攻撃してゲージを止める。これね、太鼓が出た瞬間に R2 を押す。ウィンドランス、ウィンドランス、どこ。ウィンドランス上。ウィンドか。これでとどめだ。わかった。絶風陣。確か柔道が魔人剣だったかな。ゲージはラインで5個あってアイコンが表示される。AR にね、ハサミ撃ちだ。上の発射。うん、柔道発射。一気にいくぞ。うん、消えた。押しろ。はっはっはっ。友情、協力、勝利。人間らしい戦法だろ。うん、気に入った。うん、一人じゃないって心強いよね。かわいいこと言うね、柔道くん。といったチュートリアルがありつつな感じですね。戦闘後終了ボイス集めはメインのそのポンちゃんとの動画でやってるので、私のこの動画はもうフィールドは総カットで、イベントが始まったら突然録画するみたいな感じで、ちょっと頭が切れるかもしれないけど、そんなスタイルでやっていきます。それじゃあイラートカウント行ってきます。これボイスが出る予感がする。宝箱を開けてアップルグミ2個入ってるけど1個しか取れないから1個は捨てる。あれ、前ボイスあったからあるかなと思ったけどなかったでござる。ごめんね。そういや、この辺りになんとかいう村があったな。どういう表情で言ってる。行ってみる。けど頼まれた仕事がまだ終わってないよ。優等生、そんなんじゃ肩凝るだろう。ああいう依頼は自分のペースでこなせばいいんだって。そういうものか。そういうものだよ。そもそも依頼を受けたのは俺に払う報酬を稼ぐ目的だろ。他に金を稼ぐ当てがあるならそっちを優先しても構わないぜ。ニアケリアまで行けば報酬は払えると思うが。そうか、雇い主はそっちだ。行くも戻るも好きにすればいいさ。まあ依頼やってもいいけど、メインストーリーだけやってもいいよっていうチュートリアルでありますね。あんまりその縛られなくていいよっていうね。さあ次だ。様になってきたな。うん、どうやら私には剣の才能があるみたいだな。討伐ですね。見て、
きっとあいつが依頼された魔物だよ。確かにこの辺りに出没する魔物ではないようだ。よし、サクッとやっちまおう。サクサク。この戦闘では操作の説明を行う。ああ、ここまで来たらオーバーリミッツができる。決めるぞ、銃だ。分かった。エアリアルファイヤー。もう次やろうとしてた。のけぞらない。全開でいく。これでとどめだ。さあ、ゲームだ。エアリアルファイヤー。レッツジン燃えろ。ハッハッきらめけ。ハッハッ燃えろ。ハッハッフレアボム。ハッセイハッふざけ魔人剣ハサミンシャセイハサミンシャハッハッハッやっところでくらぬけやっさ豪快を減らせる。僕だってこれくらいは。炎症フォローとかしてくれるんだ。壁を越えたな。ほい。大丈夫ミラ。ああ、実戦が一番の訓練だな。じゃイラート海底に戻って報告しようぜ。水場を命の水だからね。物理攻撃が上がるんか。でも俊敏もいいね。ブーツいいよね。よし、じゃあ帰ります。木が倒れてる。ここで討伐して、あれさっきもこんな感じだったっけ。すごい倒れてる。この先に行きたいのか。この木をどけるには時間がかかる。もし何か用があるなら先にそっちを済ませてくれという。なるほど。もともとそのこのクエストは絶対にやんなきゃいけないみたいな感じだったのかね。よし、じゃあイラート海底に戻ってきました。ご報告を申し上げます。スイ。依頼された魔物退治確かに果たしたぜ。ありがとうございます。おかげで助かりました。と、まあこんな具合にやるんだ。困ってる奴はどこにでもいるから結構稼げるぜ。さすがアルビン、慣れてるね。うわ、ちょ、熱はない。お医者さん、どんな感じ。力が入らない。ねえ、ちゃんとご飯食べてる。食べたことはない。一度も。シルフの力で大気の生命子を、ウンディーネの力で水の生命子を。何言ってんの。栄養を精霊の力で得てたってこと。これからはちゃんとご飯食べなきゃね。そうか、これが空腹というものか。私もお腹空いた今。興味深い。じゃあ今日は宿で休むか。そういえば俺も腹減ったよ。うん、包帯店ここで。あ、報酬がそうやったってことか。優しいね。スパイ騒ぎ。ああ、確かにね。よし、じゃあ宿屋行こう。よいしょよいしょ。
のも。いらっしゃい。三人だ。とりあえずすぐに食事だけもらっていいかい？すまないね、料理人がまだ来てないんだよ。おいおい。だったら厨房を使わせてもらってもいいですか？お連れさんぶっ倒れそうだしな。好きにしてもらっていいよ。腹と背中がくっつく。そんなことは不可能だが。なるほど、体験するとこの言葉が良い表現だと感じる。私はなんか胃が絞られるっていう感じだけどな。いや、私もお腹鳴ってるんだが。めっちゃ料理してる。すごくない？それで麻婆カレーって。しかも付き合わせにトマトって最強じゃん。ジュードめっちゃ料理できる子じゃん。お、うまい。それだ、うまい。食事というのはなかなか楽しい。うん。人はもっとこういうものを大切にすればよいのだ。そうね、力とかじゃなくてね。さあどうする、柔道っていう感じよね。ミラが出発するまでに意志を固めとかなきゃなっていう。いかん、わしもお腹が空いたな。やばいな。おはよう、アルビン。おはよう。部屋まで運ばせてしまったようだな。気にしなさんな、役得ってもんさ。これもしかして初めて、おはようって言ったの柔道編だったら柔道だったの。役得、その何、あの女性を運ぶ的な意味で。でこれからどうする？今の笑いいな。そうだな。おはよう二人とも。おはよう。早速だが柔道、これからのことで話がある。うん。私はニアケリアに帰ろうと思っている。ニアケリア？ミラの住んでるところ？正確には祀られている。そこに帰れば次第を再召喚できるかもしれん。マジでマクスウェルなのか。そこでだ柔道、私と一緒にニアケリアに行かないか。え？今の君の状況は身から出たサビというものだが、私の責任であるのもまた事実。ニアケリアの者たちに私が口添えをしよう。きっと君の面倒を見てくれるはずだ。へえ、意外と考えてやってるのな。うん。お前にまるで他人事だと言われて少し反省してみた。ミラ、剣の練習はもういいの？うん、安心しろ。一応振り回すぐらいはできるようになってるな。僕一緒に行くよ。わかった、安心するといい。もうちょっと剣の練習してもいいと思うぜ。そうだろうか。ま、それも含めて準備できたなら声をかけてくれよ。アルビンも来てくれるの？乗りかかった船ってやつだ。ミラ。ん？ありがとう。良いな。今のは良いな。でアルビンは、アルビン何してるんだろうね。なんで1時抜けたかな。マジでマクスウェルっぽいぞみたいな連絡してたりするの。準備か。準備か。7400。ちょっといじる。よし、買い物したので出ますか。お、いた。
じゃ、行くとしますか。ミラ、確かここから北って言ってたよね。どれぐらいかかるんだ。シルフの力で飛んだのなら半日もかからない距離だろう。基準がわからないって。途中に休めるところがあるといいんだが。地図だと村があるみたいだったし、大丈夫じゃないかな。いずれにせよここにいても始まらない。行くしかないだろう。はい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 。アルビンの装備も買いたい。傭兵アルビン。ずいぶん大きなため息だね。おたぐら、実はアジュールのスパイだったりしねえの？な、そんなわけないでしょ。軍が特攻を使って追うなんて、アジュールの軍事スパイくらいだと思うんだけどな。誤解だよ。これ聞き出そうとしてる。何しようか、何してんのって。なぜそれほどそこにこだわるんだ。お前まさかラッシュガルの。違うって。ただ働きでもオタクらがアジュールの関係者なら軍にコネつけてもらって美味しい仕事にありつけるかもって思ったんだよ。期待に添えなくてすまない。謝礼は必ず払う。だからもうしばらく待ってほしい。分かったよ。その代わり待ち時間の料金も請求させてもらうわ。利子っていうやつか。ミラは本当に？ミラがマクスウェルってマジなのか。確かにちょっと変わってるけど、普通の女にしか見えないぜ。本当だと思う。初めて会った時、ミラは四大精霊を従えてたんだ。あ、四大元素を操る最強の精霊たちを。うん。火のイフリート、水のウンディーネ、風のシルフ、地のノーム。僕もあの時初めて見たけど、あれは四大精霊に間違いないよ。それが事実なら、ただの女にできることじゃないな。うん、うん、よし、じゃあイラート感動。さっき行けなかったとこ行けるようになってるかな。何かあるまでカットします。あるんですね、外見と内面。おっと、スカーフが歪んじまってる。そのスカーフお気に入りなんだね。いいだろう。フィシマージュってブランドの特注品なんだ。フィシマージュ、ブランドとかよくわからないけど似合ってるよ。身につけるものにはこだわった方がいいぞ。男の格は外見でわかるからな。見た目より中身が大事だと思うけど。その内面が姿形に現れるんだよ、俺みたいにな。見にくい内面を隠すために外見を取り繕う者もいると思うが。何もしないよりはいいと思うけどね。気持ちが大事よね。そんなの見抜けない奴の中身が貧困なんじゃね。騙される奴が悪いと。そんなこと言う人の中身を疑うよ。あらら、ヤブヘビだったか。テイルズってたまに難しいこと言うよな。主題精霊。はあ、歩くというのはなかなか大変だな。足が太くなってしまいそうだよ。ミラって案外お嬢様なんだ。お嬢様などではないが、ずっとシルフの力で空を飛んでいたのでな。歩くのはウンディーネと水上を散歩するときくらいだった。それはお嬢様には無理だね。四大精霊をこき使って罰当たっても知らねえぞ。何、少々力はあるが口うるさい小獣とのような奴らだよ。時に私を子供扱いしたりもする。全く困ったものだよ。このイラストかわいい。四大精霊を小獣と呼ばわりかよ。うん、世界に疎いマクスウェル。夜域のイルファンに比べるとアジュールの空は眩しいやだな。この辺りは霊性も安定してるしな。夜域とか霊性とか何のことだ。おや、
マクスウェル様がそんなことも知らない？人間が定義した言葉まで私が認識していると思うのは傲慢というものだ。傲慢は人間の最もどしがたい部分だぞ。ミラ、リーゼマクシアの自然を形作ってるのは何か知ってる？私にそれを聞くか？自然をなすのは精霊の力に決まっている。霊性っていうのはその精霊の力のバランスのことだよ。これが偏ると自然も極端に変化するんだ。イルファンは夜が長い夜行きっていう霊性の中にあるんだ。なるほど、ありがとう、よくわかった。君は説明がうまいな。どういたしまして。へえへえ、どうせ俺は純朴な柔道君とは違う傲慢な人間ですよ。なるね。先生で決めるぞ。わかった。そういえばイラッと書いてってなんかなかったんだっけ、イベント。ちょっと一旦帰っていい？あったなんだっけ、サイダー、あーサイダー飯ね。一度食べれば物にできる、持ってたりしない？なんか一周目の時持ってたような気がした。討伐ほい。サイダー飯を買ってこよう。誰？パレンジ。サイダー飯、うん、全然食べないけど、どのぐらい飲みでいい？どのぐらいの頻度で買えばいいかな。よいしょ。隠し味に味噌。太眉毛。じゃあ討伐行ってくる。はい、討伐ですね。お仕事。お仕事の時間よ。仕事の時間だな。まだだよ。やってくれるね。やってくれるね。まだだよ。みんな、しっかり。燃えろ、決めるぞ。銃で分かった。エアリアルファイヤー。落ちろ。強くてごめんな。柔道のフォロー。さっきの戦闘ちょいヤバかったな。ああ、柔道の助けがなければ危なかった。礼を言うよ、柔道。ううん、気にしないでよ。しかし、戦いの最中も人のこと気にしてんだな。そんなんじゃ早死にするぜ。そうかもね。ま、人のこと気にしない奴と組みたくはないけどさ。これからもよろしく頼むわ。うん、任せて。つまり、お前は早死にするやつが好きなのか？いや、俺が好きなのは俺を長生きさせてくれるやつだよ。ね、ね。報告。オッケー。よし、エラート感動を行きまして、次はファミルかな。お邪魔します。
果物がいっぱいだ。甘い匂いがするね。酒の匂いもな。果樹園でもやってるんじゃないか。おやま、こんな村にお客さんとは珍しい。おばあさん、村の人？村長をやっております。ニアケリアへ行くにはこの道で合っているか？ニアケリアとはまた随分懐かしい名を。どういう意味？忘れられた村の名じゃ。今ではあるかどうかもわからん。そんなになんだね。子供の頃にキジル海瀑の先にあると聞きましたが。行くのが大変ながら確かめる人もいないか。キジル海瀑？大きな滝ですじゃ。ニアケリアをお探しなら起伏の激しい岩場を通り抜けるの。そりゃちょっとここで休んでから行った方が良さそうだな。そうだね。村には宿がないですからの。私の家に空き部屋があるので使ってくださっても構いませんぞ。おばあさん、ありがとうございます。優しすぎるでしょ。よほど来ないんだね、旅人が。道具屋さんと料理屋さん、元素の触媒。しかし、なんでマクスウェル様が人間の姿してるわけ？精霊とは本来マナの塊だ。そのままでは人間界で活動できない。精霊がこの世界に実体化するには属性に応じた触媒が必要なのだ。例えば火の大精霊イフリートが火炎によって体をなすようにな。マクスウェルは元素の精霊だよね。人間の体はあらゆる元素を内包している。んー、私の実体化の触媒としては最適というわけだ。もし触媒を失ったらどうなるんだ？元素を集めて新たな触媒を作り出し、その成長を待たねばならない。元素から赤ん坊を作るってこと？面倒だが、人間を触媒にするには肉体の成長に馴染ませる期間が必要なのだ。精霊の主といっても万能じゃないんだね、この人間界においてはな。それにしても触媒がおっさんじゃなくてよかったよな。僕は別におっさんでもあり。そりゃなしだけど。何の話だよ。どうせなら可愛い女の子になりたいよね。わかる。見てみろよ、優等生。いつの間にか高く登ったな。うん、ずいぶん遠くまで来ちゃったな。うん、ナップ。よいしょ。何を見てるの？うわっ、あっち行け。そんなリアクションされたら首を突っ込まずにはいられないな。変なものが引っかかってるね。見ちゃダメ、僕が見つけたんだぞ。うん、パズルのようだな。これは手ごわそうだ。こうじゃないかな。うわ、なんだこれ。僕たちの文字と似てるけど違う。古い文字みたいだけど。我が名はアイフリード、世界の果てを越えし冒険者なり。我ついに未知の大地にたどり着きたり、しかし再び故郷に戻るあたわず、この地で得し数々の秘宝をアークに収め、ここに残さん。願わくば我と同じ冒険者の世姿とならんこと。すごいなワルビン。けど読んでもらっても意味わからない。アイフリードは大昔にリーゼマクシアを荒らし回った海賊だよ。世界の果てを目指して旅立ったまま行方不明になったって習ったけど。そいつがお宝をこの箱に入れて残したんだとさ。海賊アイフリードの宝物、僕も見つけたい。でも
字も読めないんじゃ宝探しは難しいと思うが。そうだね、もっと勉強してから探すことにするよ。アイフリードの宝の話は僕たちだけの秘密だよ。取らないとは言ってないがな。謎の宝珠って何？ああ、これか。未だに謎だわ。ファミルは開拓の村。村長の世代が苦労してここまでにした。へえ。小屋に近づいちゃダメね。ダメって言われたらやりたくなるお年頃？どうだったっけ、向こう行ったら進むんだったっけ。どうだっけ、どうしようかな。うーん、進む前にこうなんか拾いたいよね。けた、何にもないみたいな感じだったんだっけ。チキチバイ開幕、別に何も隠してない、本当だよ。こっちの、あ、出ちゃった。開けられそうにない。なんだっけ、ナップル。パレンジ、パレンジ、パレンジはキャンドルフルーツとも言う。アレンジ自身が精霊術を使ってる。村長さんとこ行く。あ、いや待てよ、この辺やめとく。いや、やめとくか。え、お疲れ様でした、ありがとうございました。この動画誰が見てんのかな、まあいいか。お疲れさせた。そうよね、だこのハミルでもそのミラと別れるルートがあったから、そこが気になるよね。はい、お疲れ様でした。